お疲れちゃんです。ラットです。ということで、今回もね、クラッシュロイヤルやっていくんですけども、今日はですね、こちら、ラム人機をね、使っていきたいなと思います。で、まあ、あれですね、7000行きたいなと思って、今、6918で、そう、シーズン最多。で、まあ、あと3勝すれば7000行けるのではないかなと思います。ですので、まあ、7000行っちゃうよっていうことで、やりたいなと思います。で、ちなみにね、クラン、今、乃木坂、46というくらいにね、お邪魔させていただいてるんですけど、決してコメント欄でね、乃木坂好きなんですか、ラットさんってこうめっちゃね、あったんですけども、マジで、嫌いとかはないですけど、全くのにわかですので、ちょっとね、あんま語れないっていうのがね、ちょっと申し訳ないですね。はい。にわかです。まあ、西野七瀬さんとかね、引退されましたっけ、多分ですけど。けど、すごい可愛いなとは思いましたね。あとは、誰がいるかな？では、ちなみにこの相手、ビクターはあれですね。OGN 煙突の世界大会、進出したね。ゴレが得意なビクター選手でございますと。ということで、まあ、僕、ビクター選手に公式戦で3-0っていう神相性を引いてるんでね。よいしょ。ここでも勝ちたいと思いますね。まあ、多分、リゴレ使ってますね。よいしょ。で、あとはね、乃木坂でね、一人わかるんですよ。いや、誰だったかな、一人、結構可愛いなと思ってる。みんな可愛いんですけどね、もちろんね、それだけは言っとかないとね、いけないんですけど、これワンチャンにこれで逆サイとか釣られるとちょっとだるい。よいしょ。ん？あれ？なるほどね。あれだ、秋元真夏さんだっけ？だいますよね。あの人、結構可愛いなとね、ちょっと思わせていただきましたね。はい。っていうところで、なんかしてないんですけど、倒した。いや、マジで、俺の方がおっとって言いたいんだけど、寝てんのっていう。ビクターって、BIK もいますし、C もいるんですね。C が、クラロワリーグアジアにね、いました、オジーネントスの選手でございます。で、これなんですけど、一回逆サイを攻めないと、結構よろしくないんですね。同サイだけで組むと持っていかれちゃいますので、ここ逆サイ行きたいですね。ランバーだけでも出すことによって相手は防衛しないといけませんと思ったんですけど、防衛してね、ちゃんと。やば、マジ？やめてやめてやめて。あ、でもいい防衛ラッティン。お、ラッティンいい防衛からの味方してる運が。ファルチがやばい。やめろ、手出すな俺に。オーイエーイ。いや、運も味方してるこれは。じゃあ、ビクター寝てんな今。多分寝てますね。これ、まあスパーキーそっち向くよね。まあエレキがない分ちょっと助かりますけど。ラムライダーで、ここ言うのまで追加します。で、俺のマジアチャヤンキーなんで、そっから射抜きますよっていう。で、こっちのマジアチャで、処理と。よいしょー。あ、これやばい。よいしょーとか言ってる場合じゃねえ。危ねえ危ねえ危ねえ。危ねえよ。オッケー。これラムダイスって、エリゴレがもうね、こうゆっくりなれば、ダメージ取んないんでね。オッケー、いいんじゃない、なかなかいいんじゃないっていう感じで、よいしょ。ここしっかり最後防衛して、もうキングもね、1200まで行ってますので、という感じで、全然解説してなかった。ごめんなさい。もう一戦見て、みんな。あれですね、スパーキーに対してはリセットがね、このデッキないので、結構ね、きついと思われます。ですけど、そのスパーキーに対して、まあ、インドラを先に出すか出さないかはすごい、まあ、どっちでもいいんですけど、まあ、エレキがいる可能性があるので、相手のデッキがこれって確定してるまでは、まあ、同サイド、インドラもちょっと怖いので、スパーキー出た瞬間に逆サイドをね、基本的にランバープラスラムライダーで攻めたいんですけど、まあ、攻める時の注意点としては、エリゴレとかゴレとかジャイとかで、そのランバーラムのランバーだけをこう、同サイドに持っていかれて、スパーキーで処理されて形組まれるっていうのがね、よくあります。ですので、そうされてしまうと、こっちも結構なかなか厳しいですので、一回、やっぱケツインドみたいにさっきに挟んだ方がいいですね。一回、ケツスパーキーされたら、まあ、ケツマジアちゃか、まあ、ケツインド、どっちか。まあ、優先度的に言ったら、マジアチャかな？エリキが落とされる可能性が高いので。はい、ケツマジアチャから組の、で、相手がね、
スパーキーが真ん中ら辺に渡って橋渡る瞬間ぐらいですねに、まあ、逆サイランバーラムか橋渡るちょっと前ぐらいにランバーラムすると、エリゴレで逆同サイドに釣ってきてもジャイとかでね、スパーキーが多分先行してきますので、そう、スパーキーの前にジャイがつかないようなタイミングで逆サイランバーラムすると、相手は同サイドに釣りにくい、プラス、スパーキーも処理できて逆サイもダメージさっきみたいにね持っていけるっていうので、ちょっとねスパーキーはむずいんですけども、あ、来たよまた君たち好きだな、それ。うわ、これ嫌いなんすよ、僕苦手なんすね、ゴーレムのね処理むずいんすよ、わかりますよね、ゴーレムって。しかも今回あれがないんすよね、これライトニングディンディンディンとか食ったら、うい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 よいしょ、でここはアイゴレで、神のアイゴレで、ここ早く溶かして、ライドラは久しぶりに見ましたね。あ、まあ、ジンカーンちゃん頑張って、やばい、痛い、危ねえ。このマジックアーチャーをミニ残りで残した理由としては、たまたま残っただけなんですけども、まあまあ、ここのウッドはすごい美味しいですね。僕右側削る予定ないので左側落としたいですね。でも僕は右を守りたいで、インドラなんですけど、ライドラトレネでリセットされちゃうので、インドラだけで守ろうとするのはむずいんで、まあゴレが出た時に逆サイドしっかり攻めてコストを使わせて、ゴレに対して4コスインドラとか当てれると、まあそれはそれでいいのかなと思うんですけど、結構むずいですねこれが。うわうわうわ、マジ嫌い、うわマジ嫌い、うわ、このタルボは下手くそかも、やれ。まあ落ち着いて、でコランちゃんケツ、これいきますね。なぜなら僕はランバー咲いてるので、攻めたとしてもランバーラムプラス言うので火力がないので、まあ陸系が多分ランバーかダックプリかミニペッカとかその辺があると思うんですけど、スケか、あ、さっきやりましたね、よいしょ、うえー、同サイド、ここで一概ですか。でこれワンチャンライドラ来るので、一回ランバーだけで OK、 待って、 OKOKOK、 こういうことっす、こういうこと。あ、でもあれだ、ファルチェいるんだ、マジで気悪っ。勝手に怒ってるの気にしないでくださいね、マジで。ここちょっとね怖いですね、これできるだけ邪魔してね、 OKOKOK で、ここ2周目マジアチャで防衛していくといいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、なかなか、うい、ライトニング打った、ここねアド取ってます。まあなんですけど、あれがいるんですよ、ライドラがすごい厄介なんですよね。まあ、後ろランバーしたら絶対これになんか出すんで、ワンチャンマジアチャで射抜いてもいいなと思ったんですけど、あ、これゴレ合わせてほしいな、合わせてくれ、オッケー、ん、これ、あ、でもラムで止まっちゃうかな、ちょ、やめて、いや、オッケー、ここで絶対溶かせますし、ラムライダー入るし、マジアチャがターゲ変えてダクネを射抜くから、オッケー、なんか出てきた、オッケーオッケー、いいよ、全然いい。こう溶かして、まあ、ライトニングワンチャン来ますけども、ライトニング当たんないようにマジアチャ出してあげれば、いらないか、いらない、よいしょ、これやばい、誘われてるかも、これマジアチャ延命します、オッケー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 、やばい、しゃしゃった。僕すぐしゃしゃる癖あるんでね、ちょっと気をつけないとよくないですね。うわ、これやべえ、これちょっとやべえ、ライドラーがちょっと厄介なんですね、ライドラーを封じる、オッケーオッケー、でこれ今の間にちゃちゃっととかしたいですね、やべえ、結構やばいかも、これライトニング打たれて、待って、終わりでーすの風が吹いてる、一回集中、あ、やばい、位置が甘い、あ、危ない危ない、感電はしない、やばい、いやー、ちょっとやばいよ、やばいよ、587、これニコラスってちなみに、プロだっけ、いや、ちげえな、いや、ここね、僕は天才、これ右、左側絶対これ来る、おい、来た、これですよね、もう最後の勝ち筋としたらこれしかないので、僕は、よいしょ、頑張れ、君らならいけるよ、俺は信じている、君らならいけるよ、しゃ、はい、行きましたね。展開リーチ。危ねえ。ニコラスってプロじゃなかったっけ？ニクラスだっけ？ニコラスだっけ？いや、なんかいたっすよ、海外で。マジでマジ。これマジっすよ。今、プロ2連戦。あれ違うかな？なんかコテが大好きなニコラスみたいなのいたと思うんですけど。よし、っていう。
ところで、さあ、なかなか面白いデッキっすね。ハルチライドラ。ラスティング、いきたいと思います。で、僕はもうね、落ちまで見えてやったんですけど、これ参戦勝つじゃないですか。7000ギリ届かずみたいな落ちがね、多分、しょうがない落ちが待ってるんですけど、まあね、しゃあなしでやりたいなと思います。起きたー、よし、待ちにしましたね。モンスター、RV。よろしく。ちょっと今日ね、グラチャレしてて、モンスターってついてる人もめっちゃ見たんですよね。めっちゃモンスター好きじゃんって思って、みんな。モンスターだよね。マスターとかもいっぱいいた。なんかそういう系。なんちゃらスターっていうのめっちゃいましたね。すっごいどうでもいいんですけど。コウモリギャングですので、迫撃か、JPP コカツか、スパーキーか、ジャイスキラかって感じですね。まあ、迫撃関節は結構、ジャイスキラかな、これ。レイジー乗せていくよ。ジャイスキラですね。か、ワンチャンスパーキーの可能性もあるんですけど、多分ジャイスキラだと思います。で、まあ、ジャイスキラは結構めんどくさいんですけど、まあ、相手が攻めるのに10個使えますので、ジャイスキラがワンチャンが来たら、インドラとマジアチャを速攻配置ですね。スケナに対してはマジアチャで、ジャイに対してはインドラかな。まあ、ランバーとかでもいいんでね。だマジアチャは相手は柳雨雪玉ですので、僕はこれリーグでも使いましたね、このメッキ。柳雨雪玉だと思いますので、マジアチャ無双できるんではないでしょうか。よいしょ、OK。うい。え、なんで？やばい。え、タギがおかしい。タギが無能。タギがものすごい無能なんだけど。あ、待って、やべえ。え？これ結構な神相性なんですね。まあ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 、こんぐらいね。許してあげようぜというところで、まあ相手は、まあこれ、まあ隙は見方も何でも守れちゃうんですけど、マジアチャがきついので、僕は、まあ言ったら左側捨てたくないんですけど、捨ててでも、もうアイゴレマジアチャランバーラムユーノぐらいの形を作ってしまえば、相手は防衛できないんですよね、マジで。ですので、うわぁ、やば。うわぁ、これね、捨てればよかった、ちょっと。相手もジャイスキラーまでするともったいない、もしかしたら捨てられるっていう判断でジャイコウモリだけでしたね。まあまあまあ、ここマジアチャ延命したい。オッケー。え、これマジアチャ、なんでこれはね、攻める気はないですけど、フェイク的な感じですね。オッケー。こっからですね、僕は右側を降りたい。右側もこれ気合できます。で、上手い人は多分柳雨雪玉で回しますね、マジアチャ処理を。よいしょ。オッケー。これもいっちゃいますね。これいっちゃって、オッケー。いっちゃいますよ、これ。いっちゃいたいっすね。ここで、まあ言ったらここでランバーとかもう一個欲しいんですけど。オッケー。来た。オッケー。いいよ。さあ、で、問題はジャイスキラーを警戒しないといけないので、まあマジアチャ無限に出していけば大丈夫っすね。マジアチャ無限の、まあでもジャイスキラー一気に持ってかれてしまうので、そう、上手い人ね、ケツジャイするんですよ。よいしょ。出た。矢雪。必殺矢雪矢。タルババはね、どこで使うか。うわ、うまい。それうまい。まあでも、これで2周目真ん中ジャイスキャラが来るんですよね。そう。これちょっとやばいですね。まあ、マジアチャでスキャラ処理しつつ、ランバで速攻ジャイ溶かせばいいかなと思います。ちょっと集中します。で、ここで有能咲くことによって、小物を絶対裂いてくれるんですね、相手が。で、それを、まあ、美味しくマジアチャで処理しようと思ったら、相手がちょうど攻めてきて、あ、これはあれっすよ。見てください。おしゃれマジアチャ。このマジアチャね、止めれないっすよ、マジで。構えてても間に合わないんじゃないかぐらいね、最強なんでね、ぜひ覚えておいてください。マジアチャね、今強いですし。はい、というところで、まあ、3連勝、しましたね。はい。というところで、気持ちはね、展開到達しました。まあ今日はね、でもこんな感じで終わります。マジで、運が悪かっただけなんでね。はい。ということで、よければね、チャンネル登録と高評価の方もね、してもらえると嬉しいです。コメントもね、お願いします。と、まあ、大器ね、最近いろいろ使ってるんで、本当になんかこれ使ってとかあれば、気軽にコメントください。使います。はい。使います、多分。ですので、はい。そんな感じで終わりたいと思います。では、ご視聴